もココレ TV でーす。今日はいつみくん後ろにいる、いるいる存在してます。はい、今日はこちらフードについて話したいと思います。これは私が韓国に行って驚いたことをちょっと今日はヘジンちゃんにも聞きたいなと思っています、うん、今日聞きたいのは、はい、ホットドリンクにストローを刺して飲むということです。はい、じゃあそれについて3分間トークスタート。スタート。はい、あの韓国でカフェとかで、まあ、スタバとかもそうだし、いろんなカフェとかで飲み物ドリンク、ホットのドリンクを頼んだ時に、うん、なんかああいうさカップにさ蓋をしたやつが届くじゃない。うん、みんなストローを刺して飲んでた。そう、刺してそのまま私取るんだよね。そうそう、とかあとはそれが刺して出てこない時は自らストローくださいって言ってみんなストローで飲んでるのね。 それってなぜなぜなぜ、いや本当はやけどしないようにそうやって、うん、あ大きい口で飲むとやけどしちゃうから、ここら、あボガって入るから、だからそうやって細いストローを刺してやけどしないように、ね、しかも細いストローだったの。太いストローじゃない、ああいうねタピオカ用とかそういうストローじゃなくて細いストローだった。そうめっちゃ細いストロー。それを刺してあったあの口のところに、そう刺してこのまま飲むけど、うん、余計そっちがやけどする、確かにするよね。やけどしそうって私は思っちゃう。もともと私しかも猫舌だからちょっと大丈夫かなって気もするけど、まあ、あとあれ、そう私のお友達が言ってたのは、あの女の子はリップが思いっきりつかないようにっていう意味もあるらしい。なんかやっぱほら、あのそのままの口で飲むとめちゃくちゃリップつくけど、細いストローだったらなんかリップもわからないし、女の子もそれでいいと。でも男の子も飲んでたからなんだろうね、もう流行りみたいな感じなのかな、ね、移ったのかな、ね、なんか文化とか文化の違いっていうよりは流行ってるのかな、そういう飲み方が、ね、みんながそうやって飲むからね。だってこの間あのいつみくんとかと韓国で会った時にちょっとお茶したんだけど、うんうん、私以外の人全員ストローさせてたストローさせて飲んでた。もう私もやってみようかなと思ったんだけど、ちょっと今更感があったので、まあ、あと猫舌なんでちょっとそれは真似できないかなと思ってやめちゃったんだけど、なんかでも、まあ、リップつかないとかいいのかな。あそれはいいかもね。ねえ、えじちゃんやる？あやんない。あやんないえじちゃんはやらない。やんないかも。やったこともない。やったけどやっぱ暑いから暑っ、うん、あやっぱそうなるんだえお友達とかは、韓国の友達とかは友達はもう そのままもうストローさしてこうやっぱ飲むんだ。じゃあみんなやるんだねそれね。そうやってるやってる。なるほどね。あじゃああれかも、なんかちょっと韓国語講座でストローくださいみたいな言葉をやるのもありかな。あいいかもね、それもやる。まあ、でもやけどした時の責任は私たちは追いかねるんで、うんね、そうあのだからあの韓国行ってちょっと韓国の人っぽく飲むんであれば、ぜひストローとかをつけて飲んでもらっていいと思うんですけど、やけどについては私たちヘジン高校は責任を追いかねますので、あのやけどしないように飲んでください。冷めたぐらいに飲むとかね、わかんないけど、ね、だって冷めなくない、ストローだとさ。あ確かにね、余計冷めなさそうだよね。そうだから、まあ、やってみる人はぜひやってみてください。個人的に私は多分やりません。私もやりません、猫舌なんで、はい、ということで、せーのぴょんからのかいばいぼ、かいばいぼ、お待ってました。